上司は武士の身分の一つ。江戸時代の上級藩士である。上司や平侍、合師などと分けた時の最上位の価格のことである。起状が許されたことから騎士とも。山内家の土佐入法寺、掛川上主時代までの家臣や土佐入法の翌年に、大阪浪人を取り立てたものを上司とし、長宗我部求心を合師としたと説明されることがあるが、実際には有能な人材であれば、 長素壁求心であっても、合詞ではなく、最初から上司として召し抱えられた場合が多数存在する。また、合詞であっても、上司待遇の白札合詞とされた場合もあり、合詞から白札合詞に出世できる制度も存在した。A 福寺門前事件を契機として、上司と合詞が対立したのは事実であるが、それ以前に通俗的歴史小説にしばしば見られるような、球朝 蘇我部家臣は、合詞にされ差別的待遇を受けたという、類の短絡な説は、史実とは異なる。竹市半平太は、祖父の代より、白札合詞であったし、坂本龍馬の王子の宮所の家なども、昭夜合詞、白札合詞と、価格が上がった家である。幕末期には、家老格、中老格、馬回り格、故障格、留守居格をもって、上司を構成した。 ありがとうございます。